隣の客はよく聞く客なんで、炙りカルビ、炙りカルビ、アルビカルビ、アルビ、アルキカルビ、アルキカルビ、難しいね。おはようございます。グッズ完成。え、待って、え、ちょ、俺先に見てないよね。見た。おはよう。ついにパッケージ特典が出来上がったので見ていただきたい。もらおうか。ぜひ開けてみてください。ここに入ってるの？はい。なんでこんな、なんでこんなとこ入れたのこれ。あ、いやいいね。ちょっと見て、ちょっと並べましょう、並べましょう。いいね、めちゃくちゃいいのできましたね。めちゃくちゃいいですね。あの、挟むやつとかないんですか？めちゃくちゃ入ってるの？ぐちゃぐちゃになってるの。いいの用意してるじゃないですか。挟んじゃうよ、挟んじゃうよ。よっ、あ、逆トン、じゃじゃーん、どうですか、こちらからの、はい、こっち、かわいいね、これいいのできたね、いいのできましたね。できました。そしてここで報告があります。皆さん報告ありますよ。ご存知と思いますけれどもね、あのマトリョーシカデザインが決定しました。ドン、A、B、C 案と出しまして、 A が僕の一押しだったんです。スタッフの一押しは C 案だったんですよ。ファン心理は分からないというところで、 A、B、C 案の他に、まあ、D 案と言いますか、入れるか入れないか僕たちも悩んだんですけどね、おそ松さんの家にあるあのデザインの7個にして外側につけるかっていう話もあったんだけど、こうするとねまた値段が高くなるのよ。みんなで材質も本当は木とかね、高いんだよ。みんなグッズ作るの大変なんだよっていうところもありまして、開発室がどん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 進化して、あの予算もどんどん生まれていって、そういうものになっていく。なので今回は一番外側のパッケージのデザインをそのおそ松さんの家にあるマトリョーシカにしました。ご期待ください。よろしくお願いいたします。さっさて、お待たせしました、 T シャツスカジャンですよ。いきますか。いきますか。いや、いいの、これはいっぱい欲しいな。失礼します。祝完成ほら、なんだこれ、時間足りなかったか。いや、完成の正の字の点ないよこれ。完成させてくださいじゃないよ完成さしといてよ。だってパンやっといてさ、今なんかいくか、やろうやろうやろう。これが完成した T シャツですか。完成した商品こちらです。あっこちらです。まず着てみちゃいます。レッツラゴー。いやー、はい、どうぞ。ボーン、こちらです。カラーはですね、トドマツピンクと、そしてウォッシュ加工の黒と2タイプになっております。一番迷ってたところは一番下の部分ですよね。こういうこう映画とかのこうロゴみたいにするか、キャラクターのモチーフ、まあ、カラマス、メガネ、トッティ、携帯とかそういうものにするか悩みましたけれども、一見おそ松さんとは分からないデザインっていうところを追求しました。ザラッとした質感もいいですね。古着感といいますか、そういうところが今回出てて意識されてていいんじゃないですか。この黒もいいですよね。お四角を一時期ちょっとダサいかなみたいなところもありましたけれども、また一周回って最近は流行ってるんじゃないかなというふうに感じております。トドマツ色、桜色ですよ。いつものちょっとピンクだとちょっときついんじゃない、わかりますよね。これがチームイリノミユグッズ開発室が生んだ最強の T シャツだ。行こっか。
さあさあ来ましたよ、ついにこの時が。ね、スカジャン行きましょう。さっと撮りますよ、今度は綺麗に。バッ、ファッ、ファッ、ね。どうですか、サイズが L サイズ。中に僕が着てる T シャツ、これが M サイズなんですけど、 M と L 合わせるとこんな感じです。あの前回の動画で生地サンプルで選んだもの、あれ実は一番高級なものだったんですってね。まあ、自然に高級なものを選んでしまう、それがイリの理由です。めっちゃ気持ちいいよこれ、サテンの生地がすごく高級感があって着心地最高でございます。サテンの色使いやリブの色使いなどうまくマッチしておりますよね。背中も見てください、刺繍。ちょっとこうちょっと、え、あれ本当に公式みたいなところがあって、僕これがめっちゃ大好きで、あのやっぱいいですよね。見てください、この刺繍もすごいしっかりしてるんですよ。いや、いいな、でも本当に気持ちいいんだよな、着てて気持ちいいです本当に。さあ、ポッケあるの？お、ここにポケットある。ここに皆さんの大好きなアクリルスタンドとか入れちゃえばいいんじゃないですか。さあ、皆さんが今気になるのは、はい、カモン、ね、T シャツ&スカジャン、ファンクラブ限定、6月4日金曜21時受注開始。あとね、これもう一個僕がどうしてもやりたかった、T シャツとスカジャンをご購入いただいたお客様に特製のこちらショッパーの袋プレゼントでございます。最初は厳しいんじゃないかと言われていたこの白押し、できました。最初はね、見てこれ、こうなっちゃう可能性大ありだったわけですよ。頑張ってくれましたね。え、はい、あの落書きじゃないですよ、竹さんが描いてくれたやつですからね。あのデザインに入ってるやつですからね、これちゃんと、もうね、僕は竹さんの絵をがっつり使わせていただいております。いや、すごくないですか。で、両方買った方にももちろんつきますし、どちらか一方の方にも、この袋つきますので、ぜひこれもゲットしてください。これね、僕の野望としては今後色を使ってね、キャラクターの紐にしたりとかして、推しショッパー袋みたいなのも作っていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。そして大発表ですよ、これもう皆さんも大喜び間違いなし、こちらです。ひゅっ、あれ、ちょっと待って、なんこちらです。よっ、見える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 、はい、見える、見える、見える、あ、見える、あ、見える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 、マトリョーシカ一般販売決定。よっ、多くの方にアンケートで参加していただきましたので、まあファンクラブ限定だけだともったいないんじゃないかということを、お願いしまして、全部ファンの人たちが決めてくれたような感じですもんね。気になる方、公式ホームページと Twitter をご覧ください。よろしくお願いします。
南美優ネットショッピング。今動画をご覧の皆様は大チャンス。本日は入野美優グッズ開発室から誕生したこだわりの T シャツとスカジャンのご紹介です。まずはこちらの T シャツ、胸元にはイラストレーターのたけさん書き下ろしおそばつロゴの刺繍を長男からの赤であしらいました。そしてこちらバックプリントには第3期のオープニングに登場した6つ子のかぶり物カットをチョイス。街中に溶け込むおしゃれなデザインでありながらコアのファンもうなる仕上がり。そして見てくださいこのボディ、ゆったりとしたビッグシルエットに裾のラン辺、ブラックボディの方はこなれたおしゃれ感と古着感を演出するウォッシュ加工、さらにトドマツカラーのピンクボディをご用意いたしました。入野美優グッズ開発室だからこそ実現したこだわりの一品です。カラーはブラックとピンク、2着持ちもおすすめです。そしてそしてお待たせいたしました、お客様、兄さんたちも待ち望んだスカジャンがついに完成しました。見てくださいこのボディ、光沢のあるサテン生地が高級感と上品さを演出しております。滑らかな肌触り、着心地抜群。胸元には松戸家の象徴である松の木をデザイン、ワンポイントだから男女問わずおすすめです。そして気になる背面はこちら、なんとこの企画のためだけにグッズ開発室からオーダーしました、イラストレーターたけさん書き下ろし六つ子のイラストがお目見えしております。六つ子と龍の夢の共演、龍は私のこだわりです。さらにタグにも憎いこだわりの長男カラーの赤をセレクト、細部にまでとことんこだわった自信の一品です。入野美優グッズ開発室プロデュースオリジナル T シャツ、そしてスカジャン、今動画をご覧の方は大チャンスですよ。驚きのお値段をご用意しました、単品合計価格10万円のところ、 T シャツ1点とスカジャン1点セットでお買い求めいただくとなんと66,000円でご提供いたします。皆さん皆さん、そんなネタあるかいっす。正しくは T シャツ5,500円、スカジャン16,500円、わお安い。これだけで終わらないのが入野美優ネットショッピング、商品特典としてお買い上げいただいた方には漏れなくオリジナルショッパーをプレゼント。見てください、うん、かわいい。さらに早期購入特典としてオリジナルステッカーをプレゼント。お申し込みは入野美優グッズ開発室で検索検索。このチャンスをお見逃しなく。